4月2日のケリヒメスイーツ。さてだ、滞在の方で一応ね、あのカリー玉だけかな1個ゲットできたんで、まあ、ゴーセルだ、せっかくだから使ってみよう。レッツゴー。これであとはバンの思いとそのカリの玉を、カリ玉を集めていってと。大冒険の始まりよ。ゴーセルどういう攻撃だっけかな、ホーミング攻撃。後から攻撃する系だっけか、それともあれかな、バリアが破壊できてないからダメージが通んなかったのか。じゃあヘラクレスで割ってやろう。パリーン。あれかな、ホーミング系というか多段ヒット系は一発の威力が少ないからバリアを破壊するに至ってなかったのか。弱点でもこのタイプか。他どんな効果あったかな。青カード刺しておいてと。ちょっと次のターンで効能を確かめてみよう。バンがチョキだから6発、6に引かないけど、暗闇があって障害物無視。まあ大したことはないですね。そりゃみんなよく出るわけだ。いわゆるハズレですね。もう内容は確かめたので、あとは倒すだけ。一発スカったね。体当たりしてその後の攻撃がヒットしてなかった。よくやったわ、褒めてあげる。乱入ボスはなし。そろそろというか月曜日でまた4コマの更新があるんだろうけども、いや変なねエラーが起きちゃったよ。なんか録画したファイルが少し壊れちゃってて、でその間何をやってたかっていうと、適当なステージを回ってプレチケを1枚ゲットして、ドレスのスロットを回して、ドレスじゃないかドレスしか出ないからドレススロットって言っちゃったけど、この前やった覚醒武器とかの本のスロットを回して、これ回したらドレスが出て、ドレスの本が出て、それで、ああ、今日もいつもと同じですね、また明日、みたいなね、流れになるんだろうな、ピロロロ、ピッピリンピリン、はい、また明日、みたいな流れをやってました。いつも通りの大したものが出ないガチャでしたと。となるとだ、何しよう。滞在ステージか？絶望降臨の方を戯れにやってみよう。何がいいかな？一応で。強戦士じゃなくても倒せるけども、ちょっと足りなかったら困るんで、パッと倒して終わり。そう、今日のガチャは絶望降臨だったなみたいなことも加味して。今回は出るかな、乱入ボス。よいしょ。バーバーバー。お、これは来るな。で、こっちミンナーがやってたな、前回のコラボの時。見るよ、こっちから見るよ。
はい、おしまい。よくやったわ。褒めてあげるわ。褒められた。ってな感じですね。こっちのテクニカルとかは、月曜日でこっちのテクニカルとかありそうだね。うん、そんな予想をしておこう。明日月曜日で何か来るかな。装備とかの強化費割引がそろそろやってほしいなってあたりですね。ってな感じで今日はここまで。また明日。